11月25日朝6時33分の相場解説になります。まあ正直先週はですねあんまり気合が入ってなかったかなと思いますけども、また今週からですね勝っていこうかと思いますのでよろしくお願いします。こちらはですねウィークリーになりますけども、ちょっと線を引いてみますね。ウィークリーの場合注目するのはここなんですけども、こことちょっと形が似てると思うんですよ。どういうことが似てるかっていうと、この赤い線を引きましたけども、ここに絡みながらこの線の方向に、動いているってことなんですよね。こういうふうに動いてますよね。黄色で書きましょうか。こういうふうに動いていると、こういうふうに動いている。で、ここもこういうふうに動くんではなかろうかってことなんですよ。ですから全体的には売りで入っていくって形になります。ウィークリーを変えましてデイリーの方に行ってみますとどうなるかなってことですけどね。デイリー、編集デイリーの方はちょっと特徴的なのがですね、これは前回も引きましたけども、こういう風になっているのが、こういう風に変わってきたよってことなんですよね。で、ギザギザの波形を大雑把に見ますと、こんな形になっていると。フラッグみたいに見えるかなってところですよね。フラッグみたいに見えるんですけども、はっきりとズバッと入ってきてるわけではなくて、ギザギザ来てますんで、フラッグの時も、じゃあこっちに抜けるのか、こっちに抜けるのかっていうことはあまり考えにくいと。これは抜けるというよりも、レンジに入った方だというふうに考えた方がいいかなと思いますよね。フラッグに見えるんですけども、私はね、こういうレンジに入ると思うんですよ。ここからここの間。で、そういう先入観で4時間の方を見てみましょう。レンジに入る幅っていうのが、これですね。ここの幅でレンジですね。こことここ結んだところということと、ここはちょっと結ぶところがないんですけども、こんな感じですか。108円の335と109円の005ということで、70ピプスの間で推移するのかなと思いますんで、ここからは短期的には買いを見ていけばいいのかなと思います。で、1時間を見てみます。1時間。はい、どうでしょうか。買いを見えるような感じでしょうか。で、ここでのレンジは、こういうふうな形かな。ここから、ここぐらいを見ていけばいい。この70ピップスの間でレンジがありますんで、これが上に向かうと考えながら見ていけばいいのかなと。だからもう今買いで入ってもいいんですけども、一応ですね、まだ月曜日で相場が動いてないところなんで、動き始めてから買いで入れるのか、それともね、もうちょっと様子を見た方がいいのかってことを感じていきます。というのが、ちょっと下がったら下がったところで買いに入った方がいいわけですよ。もちろんロスカットは引いてくださいね。おそらくですけども、この力点よりは下がらないと思うんですよ。ですんで、なるべくこれ下に動くようだったら精一杯行動の限界点まで下に下がった時に買いで入るってことを狙いたいと思います。もちろんこのまま、ここからですね買いに入っちゃった場合は後追いで入っても、まあここまでは大丈夫ですね。大きな損失はならないと思います。大きな損失にならずに大きな利益が狙えるときはエントリーです。以上です。